皆さん、こんにちは。吉松いくみです。今回も始まりましたよ、いくみずボイスの時間です。前回コメント、評価、そしてチャンネル登録してくれた方ありがとうございます。嬉しい。そして今回もいくみずボイスよろしくお願いします。そうそう、前回のいくみずボイス第8回目は見れなくなってしまいましたので、もう一つのね、微妙というところでもチャンネルがあります。また私のオフィシャルブログでも見れますので、リンクを概要欄に貼っています。まだ見てないよという方はそこからぜひ飛んでみてくださいね。さあ、今回はお誕生日コールのリクエストをいただいていますので、今回もやっちゃいましょう。それではお誕生日コールいっちゃいます。まーちゃんさん、そしてコンビ、そしてベーンベイビーブーンさん、お誕生日おめでとうございます。はい、ということで、今後もお誕生日そして記念日コールやってというリクエストがありましたら、ぜひいくみずボイスに皆さんリクエストしてみてくださいね。コメント欄によろしくお願いします。そうそう、最近すごい猛暑ですよね。皆さん大丈夫でしょうか。私もロサンゼルスで貧血でこの間フラフラフラーっと倒れてしまったんですよ。やっぱり暑くてもね、水分補給そして食事は大切です。ロスでも記録的な暑さが続いていますが、日本はそれプラス湿気ですもんね。ニュースでも多くの方が熱中症で病院に運ばれたと聞いています。日本の皆さんを心配しています。皆さん大丈夫でしょうか。まだまだ厳しい暑さが続きますが、皆さん絶対に無理はしないでくださいね。さてさて、今回は以前から話そうと思っていた日本でハリウッドクルーを連れて撮影した作品の裏側についてお話ししたいと思います。今回紹介する作品では私がやった役は芸者の役です。もちろんオーディションは着物で行ってませんというかね、アメリカ人って私たち日本人だったら着物を一人で着れるって思っているんですよね。着物の着付け師の大切さというか、まあそういう方の存在を知らないんでしょうね。感覚的にはただバスローブを巻くだけっていう感じなんですよね。はあ、ですが嬉しいことに、役が決まりましたよの連絡が来て、撮影は来週日本でやりますとのこと。来週？これもね、ハリウッドあるあるなんですが、蓋を開けたら主役となる俳優、女優を決めただけで、まだ何にも決まってないというカオスな状態でした。そこで、私は日本には個人事務所を持っているので、つまり自分の会社なわけで、それもプロダクション業務も一応やります。話がね、トントン拍子に決まって、それならいくみの会社で日本サイドのコーディネートやってよと言われてですね、日本でのプロダクション業務全般を受け負うことになったんです。しかも残された時間は1週間だぞーいという、いいよいいよ、このハリウッドのね、土壇場な感じのノリ慣れてきたよで、内心かなり焦っていましたが、アメリカ時間と日本時間両方でフル活動して、主役兼コーディネーターという驚異のプロジェクトが始まったわけです。この物語の舞台はまさに江戸時代なので、アメリカ人の発想って芸者、侍、イコール京都なんですよね。でも台本に目を通すと、必要なロケーションっていうのは武家屋敷だったり、お茶屋、田舎の田んぼ道、生い茂った日本の森とかでね、京都じゃなくても全然他のところで撮影できるよという感じでした。ハリウッドの皆さん、一言いいですか？京都以外にも日本の素晴らしい歴史のある場所っていっぱいあるんだよって声を大にして言いたいですよね。しかもね、京都だと予算的にも他のところと比べて倍、いやもっとする場合もあったりするので、
私今回胸を張って和歌山県をロケ地に提案しました。日本全国どこへ行っても歴史はありますが、和歌山県は熊野古道だったり多くの、歴史建造物が残っていたので、ハリウッドチームもめちゃめちゃ気に入ってくれて即決定でした。今回は和歌山県紀の川市の桃源の里にお世話になりましたよ。文化遺産に指定されてもおかしくないような素晴らしいロケーションで、オーナーの内田さんもとってもいい方でした。今回は和歌山のフィルムコミッションの方にもめちゃめちゃ協力いただいて本当にお世話になりました。ありがとうございました。でもね、どんなに準備をしていても何か起こるのが撮影なんです。撮影って必ず大なり小なりハプニングがつきものなんですよね。この時も早速まさかの撮影時期と見事に重なって和歌山国体が開催されていて、和歌山中のホテルが全部埋まっているという最悪な事態が発生していたんですけど、もうどんなタイミングなんだよとか思いながらね、でもなんとかなる精神でがむしゃらに任務を遂行していました。そして映画というのは絶対に一人でできるものではないですよね。ということで大阪チームの皆さんにも本当に助けてもらいました。中でもじゅんさんという役者さんなんですが、なんて言うんだろうな、屋久島の神様のようなオーラで何でもやってくれる頼もしいお兄さんがいるんですよね。このじゅんさんも後から作品見ていただければわかるんですが、共演者の一人でございます。数少ないスタッフでみんな2足いや3足4足のわらじを履いて頑張りました。今回衣装は大阪の古着の着物を扱っている立花の純子社長、お世話になりました。もう素晴らしい着物たちを着させていただきました。舞妓さん、そして芸妓さんたちの衣装にも皆さん注目ですよ。こうして皆さんの協力を得て無事に子役や他の舞妓さんたちのキャスティングも日本で無事に行うことができました。素晴らしい子役、キャストのみんなも揃った、素晴らしいロケーションも着物も着付け師の皆さんも機材も日本人クルーもメイクさんも手配ができた。おまけに西洋の馬ではなく日本の馬を用意できました。日本の馬っていうのは西洋の馬に比べるとちょっと足が短くてずっしりしていて、見る人が見るとわかるんですよね。なのでここもきちんとこだわって日本の馬を用意させていただきました。ということで準備バッチリ、撮影の日を迎えました。ですが、ここでもまたハプニング発生しちゃったんですよ。もうこんな時に限ってね、まさかの台風直撃です。もう和歌山になんでって感じですよね。しかもその日は外でのシーン、スタッフ一同唖然でしたね。東京から来るはずだったメイクさんも新幹線が全く動かずに関西に来れない事態で、これはもう撮影日を延期しなければと思っていましたが、ラッキーなことに神様は見てくれてたんですかね。台風はなんとか夜中中にギリギリ通り過ぎてくれて、またおまけに素晴らしい霧を演出してくれたんです。なので絵的にはかなり美しい絵が撮れるという奇跡が起こりました。カメラマンも監督もおとぎ話に出てきそうな幻想的な霧のかかった日本の自然にすごく喜んでいました。見てくださいよこの写真、この霧、めちゃめちゃ寒かったですが頑張った甲斐がありました。日本の自然最高ですよね。もうめちゃめちゃ綺麗。これは頑張った神様からのご褒美かなという感じでしたね。それでね、面白かったというか、可愛かったのが、今回子役が2人いたんですけど、下の子がまだ6歳くらいだったのかな。この作品はセリフがないものだったんですね。とはいえ演技をしているわけですから何も話さないっていうことはないんですよ。
アドリブで役者がその場にあったセリフなんかをパパパッと言うんですけども、今回私はお母さん役で、お父さん役も同じようにハリウッドからオーディションで選ばれた役者さんがいました。彼ね、とってもセンスのある役者さんなんですが、アメリカンジャパニーズで日本語が話せない役者さんだったんですね。まあ、なのでお父さんが子供たちとコミュニケーションが難しいとなると、もうお母さん役の私の出番だと思ったわけです。もう本当の母になったつもりで、子役が自然な演技をしやすいようにできるだけ雰囲気作りを務めました。でね、あるシーンで、私はいくら子供に話しかけられてもぼーっとしていなきゃいけない、そして子供はお母さんに構ってほしくてひたすらねえねえお母さんって話しかけるシーンがありました。このね、シーン2回ぐらいあったのかな、お母さん心ここにあらずシーンがあってですね、監督からもちろん子役もママの気を引くような感じで話しかけてねって言われるわけなんですが、もちろん周りは外国人だらけで、飛び交う言語も英語で、子供たちもね、きっといつもと違う現場の雰囲気に戸惑っていたと思います。でね、監督のアクションの後にカメラ回ってるんですよ。なのにその子役ちゃんがね、もういいの、まだなのね、で私にめちゃめちゃ話しかけてくるんですよね。もう笑いをこらえるのにね、お母さん必死必死でした。もう私がいいんだよって言ってあげないと、子役の演技のエンジンもかからない状態だったので、でも私はぼーっと喋ってはいけない、口をもごもごさせてはいけないシーン、必死に口を開けずにこっちもうんいいんだよこれやってやってって演技しながら演技指導っていうねもう笑っちゃいましたね。今思い出すだけでも笑っちゃう。可愛かった。子供って面白いですよね。他にもセットで用意されていたご飯をね、うっかり食べちゃったりとか、寝るシーンで本気でお布団で寝ていたり、いろんなことがありましたよということで、もっとね、皆さんにお話ししたいことはありますが、長々とねなってしまうので、イクミズボイスのお別れの前にこの作品を見ていただけたらなと思います。どうぞ。
第9回目のイクミズボイスはしっとりな感じで終わりたいと思います。ちょっと長くなりましたが、今回のイクミズボイスどうでしたでしょうか。チャンネル登録もこちらからポチッとお願いします。皆さんからの評価、コメント、感想もお待ちしております。そしてインスタグラム、ツイッター、フェイスブックのフォローもよろしくね。それでは今回もイクミズボイス聞いていただいてありがとうございました。Have a nice day. See you soon. Bye bye.